今年の文化祭も私たち手芸部は体育館でファッションショーを行います。あ、もう文化祭なのか。早いな、時の流れ。ファッションショーね。今回はパーティードレスの発表となりますので、2週間後の文化祭を目指して各自準備を進めてください。パーティードレスか、頑張って作ろうね。いいものができるといいな、今年も。あ、三影先生だ。一緒に帰りませんかって誘ってみる。三影先生。お、なんだ。よかったら一緒に帰りませんか。いいな。お、準備してくるからちょっと待ってろ。やった、パンありがとうございます。もうすぐ文化祭ですね。先生楽しんでるかな。そうだな、本番も楽しみだけどさ、ワイワイ過ごす準備期間もいいよな。うん、はい。うちのクラスは準備期間の参加率は高いですね。夕方までみんな夢中でやるもんな。うんうん、やる気あるね、みんな。三影先生が率先して手伝ってくれるからですよ。 DIY で鍛えたトンカチさばき見せたくて仕方ないんだ。あ、 DIY 好きなんだ。そうなんですか。まあな。でもさ、俺だって生徒が主役っていうのは分かってるからさ。うん、シャシャリ出てんのは準備期間だけ。ここだけちょっと張り切らせてくれよ。うん。こうみんなでワイワイしたりとか青春っぽいことするのやっぱ好きなんだね、先生。はい、でも本番でも三影先生が目立ってくれた方がみんな喜ぶかも。何言ってんだよ、主役はお前たち。俺はみんなの学校生活に便乗してんだ。うん。私のクラスの団結力は三影先生が率先して楽しんでいるからなんだろうな。あー、そうかも。いや、でもこういう先生が学生時代いたらマジで楽しかったんだろうな。ずっとそう思いながらやってる時でも。今日は文化祭。私の所属する手芸部は体育館でファッションショー。今年はパーティードレスのステージだから早く準備しに行かなくちゃ。頑張ろうね。初めて作ったドレス、自分では気に入っているんだけど、うん。どうかなぁ。あ、あ、ミノルくん。七つ森くん。化けたね。化けたとか言わないでよ。もうちょっと、綺麗だねとか言ってよ。もうそれどういう意味？あ、言い方悪かった。すごく綺麗。うん、本当？ありがとう。なる、大人の魅力のパンチは強めと。うん、堂々と行きな。それでお客をノックアウトだ。ありがとう、頑張る。行ってきます。七つ森くんが応援してくれてる。よし、決めるぞ、行くぞ。お、そんな感じのドレスなんだ。オレンジ系のドレスだったんだ。あ、でも堂々としてる。成功じゃない？大歓声だ。やったぜ。よかった、なんとか成功したみたい。どうだった？お疲れ。あんた最高に決まってたぜ。あ、嬉しい。七つ森くん、ありがとう。ステージの上じゃクールだったのに、今はチャーミングと来たか。いろんな属性あるから、私も。これ以上、俺を誘惑しないでくれよ。なんで急にそんなこと言うの？やったね、大成功。頑張った甲斐があった。ああ、よかった。よかった、ファッションショーは大成功。来年はもっと華やかに。ウェディングドレス？いいじゃん。なんか3年目はさ、学園演劇毎回やってたけど、来年じゃあ部活頑張ってみようかな。こうして今年の文化祭は幕を下ろした。なかなかその行事の時にイクくんが出てくれないね。もしもし。あ、イクくん、犬丸だけど。ちょうど俺も話したいと思ってたんだ。わあ、これ好きになったんじゃない、私のこと、もしかして。で、どうしたの？わあ、すごい嬉しそうな声だ。ね、かわいい。11月27日に水族館行かない？もちろん大丈夫。なんなら今からでも OK だよ。今からはちょっとやめよう。え？だ、さ
さすがに困っちゃうか。ごめんごめん。また今度行こうね。じゃあ、羽ばたき駅でよろしくね。あ、待って。何？どうした？いや、もう電話来ちゃうのもったいないって思ってさ。すっきりなっちゃダメ。でも、キリがないか。うん。電話より直接話した方がいいし。そうだね。うん。じゃあ、当日楽しみにしてる。話したいことたくさんあるから、絶対に遅れないでよ。うん。仲良しグループ編、ちょっと私の心が苦しい瞬間が多いな。うん。見つけた。あ、見つかった。どうしたの？今度の日曜日、予定空いてる。ミノルくんがガンガン二人でデートしようとしてきてるな。空いてるよ。何？水族館。いや、ちょっと待って。案外見るとこあるぜ。いや、うん、あの。うん、いや、行くけど、行くんだけど、その翌週に本田くんと水族館デート入れたんだけど、気づいてる？もしかしてコロコ。よし、当日はどうする？じゃあ羽ばたき駅でどうかな。 OK、 日曜日寝坊しないように。うん。おう、頑張ろう。言うね。うん、心配ご無用だ。じゃあ、あ、じゃあね。あー、七つ森くんにデートに誘われちゃった。あー、風間くんともデートしないとやばいな、そろそろ。お、ところで七つ森くん、ん？りょうたくんについても聞こっか。この男友達だけで話す話題っても気になるけど、りょうたくんについて聞いてみよう、今回は。ところで七つ森くんとりょうたくんってどのあたりが相性合うの？何急に。ちょっと気になって、二人ともクールっていうか、あ、落ち着いてるよね。もうどうして笑うの？ごめん。風間はクールに見えるんだ。私は、クールっていうか、まあ可愛らしい人だとは思うけど、落ち着いてるの方が雰囲気は合うかな、言葉として。え？あいつ、実は。ん？いや、あいつね、ああ見えて意外といいやつだよ。いや、いいやつなのは知ってるよ。俺、人と関わんの苦手なとこあるんだけど、うん、そういう空気とか読んでくれるし、距離感測ってくれるよね、ちゃんと。その再会した時もそうだけどさ、こっちが風間くんって呼んだら、同じ距離感で、こう、なんだろうね、接してくれようとしてるとこあるよね。あんまり分かってないのかな、犬丸。あれ？違う？え？ああ、そういえば、あんたの前じゃ、少しカッコつけてるかも。あ、これはある。これはある。それもしょうがないか。うん。そうなるわ。ああ、お互いある意味理解者ではあるってことなのかな、これ。ん？まあ、これは分かんなくていい、犬丸はもう。そうか。あ、りょうたくんだ。え、喫茶店行こうよ。あ、りょうたくん。ねえ、お茶して帰んない？いいな、行こう。あ、やったやった。帰ろう。そんなに喜ぶことかよ。いや、嬉しいでしょ、そら。だって嬉しいから。そっか。わかる。こういうなんでもないのが良かったりする。じゃあ行くぞ。噛み締めてるだろ。うん。何聞こうか。ところで、りょうたくん。ん？どうした？七つ森くんについて聞いてみるか。りょうたくん、最近七つ森くんとよくお話ししてるね。そうかもな。あいつさ、あんま喋んない印象だったけど、話すと結構面白いんだ。うん、わかるよ。ああ見えて甘党みたいでさ。うん。俺も嫌いじゃないし。ああ、そうなんだ。りょうたくんと七つ森くん二人でスイーツの話してるんだね。なんか可愛いかも。可愛いってなんだよ。勘違いすんなって。たまたまだ。いつもスイーツの話してるわけじゃねえよ。なんでそんな可愛いって言われるのが嫌なの？可愛いな。他にはどんな話すんの？
他には、急にそんなこと言われると出てこないけど。何の話してんのじゃあいいと思うよ。ちょっと待てよ、絶対思い出すから。いやいや別にもういいよ、そんな向きにならなくても。そうだ、この間アルカードで偶然会ったんだよ。ああ喫茶店で。あ、どうしたの。あいつその時も限定スイーツ。いや毎回スイーツ食べてるよあの子は。2人はスイーツ男子と。なるほどね。遅くなっちゃった。イクくんは、あ、いた。お待たせ。平気けど心配しちゃったよ、いつもしっかりさんだから。わあこの言い方いいな。あそうだ、いっそ普段から遅れてきてよ。なんでよ。え、そうすれば交代ができるからさ俺も安心して待ってられるでしょ。いやいやいや、私そんなズボラな感じになれないよ。なんだったら私いつも10分前ぐらいに行くタイプなんだけど。もう遅れないようにするよそっか、じゃあ行こう。かわいい。どうしたの俺も見返すよ。じー、かわいいんですけど。だいいなそれ。お洋服ね。そうそう、そういう元気な組み合わせ俺好きみたい。お、ウォーターガーデンね。君はどっちがいい？あ、そっか、ウォーターガーデンも行けるのか。でも普通に水族館入ろうよ、もうね。はい、決まり。多分ウォーターガーデンよりも普通に館内巡る方が本田くん好きでしょ。どうしたの？手繋いだら怒るかな。ぎゅー。君も緊張してる？え、緊張してんの？緊張するようになっちゃったの本田くん。まずは君からでいいよ。どの水生生物から見る？え、クラゲ見たい。クラゲ、あ、ペンギンかな。大きなカニとか見てみたいけど、あー迷うな。ペンギン見たい。それじゃあか。そんなテンションじゃペンギンたちが悲しむよ。ほらもう一回やり直し。あ、待って、これダメ。う、あー印象悪くしちゃってる。あーごめん。期待が大きいとさ、うん、現実との落差がでかい。うん、どんまい。マジごめん本田くん、本当はペンギン大好きなんだけど、それじゃあとかの部分考えてなかった。うん、ごめんね。ごめんね、やめてほしい。うえー、ストレートだからこういう時ぶっ刺さるわ。みーちゃん。あえ、あ、急にごめん。今ふとさ、君のこと名前で呼びたいって思ったんだけど、ダメかな。あ、いいよいいよ、どうぞ。本当に？やった。わあ、かわいい。みーちゃん。私でも正直呼び捨てされてときめかないタイプだから、このちゃん付けの方がすごい好きなんだよなこの呼び方新鮮。あ、新鮮だね。なんだかちょっと照れるかも。ねえ、時間ある？寄り道してこ。あ、寄り道しよっか。行こうね。やったじゃあ行こう。ああ、ん、かわいい。ああ、吸い込まれそう。吸い込みそうなの？カービィか私。ところでイクくん、どうしたの？あ、じゃあ男友達だけで話す話題聞いてみちゃおうかな。最近、りょうたくんと七つ森くんとよく一緒にいるけど、どんな話してるの？どんな話してたかな？あんまり覚えてない？一般的に、男友達が集まると、好きな女の子のタイプとか服装とか、そういう話をすることが多いのかな？あ、一般論？もっとも、俺たちはそういう話しないけど。しないだろうね。そうなんだ。ますます気になる。話してるのはほとんど俺かな。りょうくんは時々突っ込んでくれるんだけど、みーくんは興味なさそうにしてるでもちゃんと聞いてはいるよ。でも二人ともどんだけつまんなそうな顔しててもちゃんと返事はしてくれるんだよ。え、優しいね。だから森林公園にさ、何回も何回も行こうって言ってるのも、なんやかんや二人はちゃんと付き合ってあげてるもんね。思い浮かぶかも。そうそう、思い出した。三人とも
君のことはよく話すね。あ、私のことよく話すの？え？ああ、そっか。だから俺たちが集まっても好きなタイプについて話すことがないのか。そうなんだ。ん？なんでわかんねんだお前。ありがとうね、送ってくれて。俺もありがとう。ゆっくり話せて楽しかった。じゃあまた。うん。なんかでも印象最悪なデートだったはずなのに名前呼びとかでチャラになったの。これ君も俺と同じ気持ち？あー、どうだろう、不安になってきた。なんかもしもし。風間くんにちょっとデートの約束をしようかなと思います。ちょっとなんか意図せずクリスマスの日になっちゃったんだけど、12月25日にスケート行かない？ああ、俺も思ってた。あ、よかった。本当？嘘ついてどうするんだよ。いいじゃん、以心伝心。いや、でもこうやってクリスマスにデートとか誘っておいて、なんか嫌な女になっちゃってるな、これ2週目の私。はぁ、じゃあ公園入り口で。ああ、気をつけてくること。わかったな。お、テストの結果来たね。多分1位な気がする。全部バッチリだったから今回。1位だ。2人を抜きました。頭の良かった2人をね。やったー、学年1位。すごい、マリー天才。ありがとう、ヒカルちゃん。うん、頑張ったんだ。ヒカルも頑張ったつもりなんだけどな。マリーの足元にも及ばなかった。一緒に勉強しようよ、多分楽しいよ2人だと。お、見つけた。あ、見つかった。どうしたの？今度の日曜日。予定空いてる？うん、ミノルくんはマジで3人のデートに誘ってこないな。空いてるけど。プラネタリウム行ってみる？寝ちゃうかもしれないけど。なんで寝ちゃう前提で誘うのよ。行くわ、行く行く。よし、当日はどうする？じゃあ羽ばたき駅で。 OK、 日曜日寝坊しないように。うん、ふ、七つ森くんこそ言うね、心配ご無用だ。じゃあ、じゃあね。ああ、三人でのデートが起こらなくなってきたら。あ、三影先生。お、なんだ。一緒に帰りませんか？いいな、準備してくるからちょっと待ってろ。お、やった。もうすぐ冬休みですね。そうだな。うん。お、なんか寂しそう。楽しみじゃないんですか？幅学のクリスマスパーティーまでは超楽しみなんだけどさ。うん。年末年始は気が重い。どうして？何かあるんですか？毎年実家で親類縁者従業員が一堂に会するんだ。うん。こればっかりは逃げらんねえ。あ、嫌なの？毎年聞かれることは同じ、答えることも同じ。氷漬けにした会話を回答する感じだよ。あー、でもちょっと身に覚えがあるわ、私も。大変そうですね。ごめんごめん、つまんないこと言っちまった。あ、でもモーリーちゃんには会えるんですか？おお、それだけでも帰る意味あるよな。あの子は毎年俺を歓迎してくれんだ。変わらぬ愛ってやつだな。そっかそっか、よかった、モーリーちゃんが癒しになってるんだ。冬休みはお前の顔見られないけど、モーリーの顔は見られる。俺の楽しみはそれだけだ。そっか、よかったですね、モーリーちゃんによろしく伝えてください。でもあの子嫉妬深いところあるからな。黙っておいた方がいいかもな。焼いちゃうか。じゃあ内緒にしときましょうね、先生ね。モーリーちゃんが私に嫉妬？なあ、楽しめたか？うん、俺は今すっごく充実してるけど。うん、楽しかったよ。何？ちょっと前デートに来た時と同じ感じだったので、多分動画だとカットしちゃってるんですけど、プラネタリウムにね。なんだ？どうした？来ましたよ。時間まだ大丈夫なら、うん、少し付き合ってくれるか？あ、付き合うよ。よし。かわいい。ところで七つ森くん、うん、私の存在について聞こっか。
最近私と七つ森くん、りょうたくんといくくんと4人で過ごすことが増えたね。ああ。うん。私って浮いてないから。浮いてるか気にしてる。まあ、女子一人だしな。うん。特別な位置にはいる。そうね。特別？何？気になることでもあんの？うん、そうじゃないけど、気を使われてるのかもって思ったの。気は使ってるだろうね、少しは。気は使うよ。ね。女の子は、あんた一人だけだし。そうだよ。女の子だからって気を使ってもらってるから、私は多分居心地がよく感じてるんだと思うよ。俺たちだって、うん、一応健康な男子だし。おう。ん？分かってないな、犬丸がまた。ま、居心地が悪くないなら何も気にすんな。うん。あんたは今のままでいてくれればいいよ。じゃあ甘えとくか、このまま。今のままでか。いやー、これどうなんだろう。どういたしまして。おやすみ。おやすみ。ん？ちょん。話したくない。けど、分かってくれ。これミノルくんと仲進展してってるのかな？どうなんだろう。あれ？七つ森くん、どうした？あんたか。今日は日直？そう。日誌を職員室に届けたら終わり。お疲れ様。うん。じゃあ。じゃあね。あれ、この音は？七つ森くん、また落としてるよ。はい。今何か落としたんじゃない？あ、またパスケースだわ。サンキュー。うっかり屋さんなんだ、やっぱ。うん。また落としてる。お前まで落ちなくていいから。日誌も落とした。大丈夫かな？クリスマスパーティーのプレゼント買いに来たんですけど、今年は、ミノルくん以外にあげようかな。で、初詣も多分あるでしょう。で、バレンタインがあるでしょ。だからクリスマスは違う子にあげてバランス取ろうかな。2年度ぐらいまではバランスよく会っておきたいな、みんなと。風間くんか本田くん、どっちか迷うな。本田くんにあげてみるか。大王グソクムシの抱き枕にしよう、じゃあ今年は。プレゼントはこれで OK。 家に帰って準備しなきゃ。レディース&ジェントルマン、羽ばたき学園クリスマスパーティーへようこそ。うん。今夜はクラスや学年を超えて楽しみましょう。それでは改めて良いイブを。メリークリスマス。メリークリスマス。おう、ミノルくん。メリークリスマス。メリークリスマス。パーティー楽しんでるか？楽しんでるよ。七つ森くんは？今から楽しむところ。うん。ドレス姿、あんたがダントツに綺麗だな。いや、もうこの状態でベタ惚れなのか。本当？本当。メイクもうまい。でも七の姿でのミノルくんのこのなんていうんだ、タキシードじゃないけど、スーツ姿とかも見たかったな。うん、少しだけね。そこがいい。普段と少しだけ違って見えるとこ。ありがとう。あんたで着せ替えしてみてえな。な、いつかさせてくれない？もうずっと待ってるんですけど。でもメイクとかしてもらったり、コーディネートしてもらうデートができるのはやっぱミノルくんだけだもんな。おう、みーちゃん、メリークリスマス。あ、メリークリスマス。かわいいね、本田くん。あ、イクくん、メリークリスマス。お城は大にぎわいだね。君も楽しんでる？うん、お城？ここ、理事長のお屋敷のこと。ああ。まるでヨーロッパの古城って感じ。舞踏会みたいだよ。確かにね。そして、君はヒロインのお姫様。うん。え、私？そう、ヒロインはね、広い会場のどこにいたって輝いてるからすぐわかる。いやー、ナチュラルに私お姫様扱いしてくれるのすごいな。
ドレスもだけど、うん、君自身がキラキラ光って見えるから。ありがとう。そんな褒めすぎだよ。そうそう、控えめなところが決定だ。うん、俺王子様になるよ。絶対に。なんでわかんないんだよあんた。あ、お腹鳴ってる。だいいところで鳴るなよ俺のお腹。ふう、王子様もお腹は減るんでごちそう食べてくるね。行ってらっしゃい。ふふ、行ってらっしゃい。かあ、本田くん好きになりそうでやばい。メリークリスマス。できるだけ好きにならないように気をつけてるんだけど一瞬で落ちそうだわ。風間くんメリークリスマス。やっぱかっこいいね、こういうかっちりした格好が似合うね。あ、りょうたくんメリークリスマス。楽しんでるみたいだな。うん、楽しいよ。すっごく楽しい。りょうたくんは？お前が楽しんでるなら俺も一緒に決まってるだろ。うん、そっか、よかった。お前がドレス着て目の前にいてくれてるだけでもう何もいらないよ。そっか、うん。俺のために、うん、綺麗なドレスで着てくれてありがとう。うん、まあ、3分の1はりょうたくんのためだね。りょうたくんのため。そこは俺のためってことでいいだろう。じゃあそういうことで。調子乗んな。なんでだよ。いや、もうこのやりとりもだんだん好きになってきたら。料理とドリンク取ってくる。しばしお待ちください。はい、じゃあね。そろそろプレゼント交換会の時間だ。誰のプレゼントが回ってくるかな。もし願いが叶うなら今年はイクくんでいきます。ほほほほ、君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。何が回ってきたんだろう。開けてみよう。モルフォチョウのバックチャーム。ああ、蝶々の形のバックチャームか。綺麗な青、すごく綺麗。本当に。あ、イコくんどうしたの。俺のプレゼントが君に届くようにいろいろ考えてさ、うん、奇跡の可能性を広げてたんだ。そうなんだ。でもさ、本当に現実になるとは思ってなかったよ。そっか、じゃあこれはイコくんのプレゼントってこと。ピポピポーン、大正解。そっかそっか。あ、イコくんが持ってるのは私が選んだプレゼントだよ。え、そうなの。そこは想定外だよ。開けてみてよ。よかったら開けてみて。絶対好きだよ。やった、大当たり。君からってだけで嬉しいのに欲しいアイテムまでゲット。よかったよかった。やった、バッチリ喜んでもらえた。まあそうだろうね、あの中で本田くんって言ったらあれしかないもんね。おう、何ぼーっとしてんだよ。ここはパーティー会場だぜ。仲良しグループ入ってるとこんな感じになるんだ。でもみんなやっぱ似合うね。かっこいいね、3人とも。あ、みんな別にボートなんてしてないよ。ほらほら、ケーキいっぱい持ってきたからみんなで食べよう。あ、いっぱい持ってきてくれたの。チョコレートがいいな。あれ、これいただき。あ、待って、チョコだったら食べないで、私食べたいよ。待て、こういう時はレディーファーストだろ。あ、ありがとう。じゃあどれにしようかな。何、うん、何を見てんの。あ、私がどれ取るかかけてる、みんなで。ねえ、そんなにじっと見られたらちょっと恥ずかしいんだけど。ああ悪い。好きなのを選べよ。何選ぶか決めてるとかだったら選びにくいんだけど。じゃあね、これにする。よし、俺の目利き正しかったな。なんか風間くんが正解したらしい。ま、仕方ないか、俺もそれ狙ってたくらいだし。ああ、そんだけ美味しいやつだったの。やっぱり幼馴染だと好みとか分かっちゃうのかな。ああ、めちゃくちゃエツに浸ってないこの風間くん。ん、それ俺が選んだケーキ。うん、お前そういうの好きだと思って。あ、そうなんだ、ありがとう。こらこら、二人の世界に入らない。いや、入ってないよ、大丈夫だよ。そうそう、
みんなでケーキ食べておしゃべりしよう。あ、そうだね、みんなも食べようね。もしかしてみんなで私の好みのケーキを選んできてくれたのかな。うん、うわぁ、なんかさ、風間くんのことはさ、今はもうすごく好きだけど、幼馴染マウントみたいなのがやっぱ結構強めだよね。二人はそういうとこちょっと気にしてるよね、多分ね。よし、風間くんとのデートのはずです。遅くなっちゃった。りょうたくんは、あ、もう来てる、遅れてごめんね。たく、なんだよその情けない顔。そんな慌てなくたって俺は逃げないっての。そっかそっか。でもいいから、俺のために走ってきたんだろ。いや、それで十分。いや、優しすぎるって。ただ遅れたらちゃんと注意した方がいいよ。お前がいいなら俺は。ダメ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 。どうした、どうした、え、 TPO っていうかそれ以前の問題。うん、そんな格好じゃ体調崩すだろ。あれ、もしかして寒かった。うう、薄着しすぎたのか。気にしてなかった、ごめん。ここは間違いない。うん、陽太くん、こんなとこでトロトロしてる場合じゃない、行くぞ。あ、スケート好きなのかな、もしかして。寒くないか。いや、薄着みたいだから多分寒いよ。人の気も知らないで。いや、これは本当にそう。りょうたくん、スケート上手、文武両道で本当にすごいな。いや、本当に何でもできるよこの子は。私多分運動パラメータ1とかだと思うから、マジで下手くそだと思う。お疲れ様。喉乾いたでしょ、何か飲む？大丈夫。うん、お前こそずっとそこでじっとしてるだけじゃ寒いだろう。あ、そうだね、少しだけど。軽やかにスケートしてる涼太くんを見てるとワクワクする。ふん、じゃあそろそろ行ってみるか。どこに？もう帰るの？ふん。何よ。腰引けてるぞ、まっすぐこっち見て。では離すなよ。教えてくれてんのかな。あー、でもやっぱこの風間くんの主題歌っぽい音楽好きだな、これ。何回も聴いてるけど、めちゃくちゃ好きこの曲。いいよねこれ。はい先生。ほら、また右足首が傾いてる。怪我するからまっすぐ立って。うん、あ、うん、ゆっくりでいいからな。多分マジで運動神経悪いわ、2周目の私。それが簡単にできるならこんなに苦労してない。そう、本当だよ。おお、危ねえ。わあ、りょうたくん、手絶対離さないでね。おい、てれてんちゃん。落ち着いた。あれ、りょうたくん顔が赤いけど寒いの？なんか罪悪感。いや、罪悪感感じなくていいよ。私も罪悪感感じてるからチャラにしよう、これで。本当にごめん。何が？え？なんで謝んの？俺の横島な心に猛省。そうかい。お前がスケート上手いとか下手とか、正直あんまり関係なかったんだ。ただ手を。手つなぎたかったのね。手？滑れないのに無理にリンクに引き出したりして怖かったろ。いやいや怖くないよ。うん、楽しかったよ。りょうたくんずっと手をつないでてくれたし、スケートも丁寧に教えてくれて嬉しかった。うん、一人だと滑れないだろうから。いやでもこういうとこが悪い女なんだよな。本当にごめんなさいでした。え、でもデート中にいきなり手つないだりとかしてないだけすごく素敵だと思うけどね。こうやってスケートとか理由つけないとつなげないんでしょ、まだ。可愛いけどね。ありがとう、送ってくれて。今さらそんな気使うなよ。じゃ、またな。おやすみ。あ、おやすみ。ん？またね。連れて帰りたいって言ったら、お前、困るだろ？さすがに困るわ。どうしたらいいんだろうね、これね。でももう、やっぱり私、ミノルくんと結ばれたいかな？なんか。ずっと中途半端な感じでやってきてるけど。今年一年を振り返ってみると、アルバイト頑張った。そうだね。あ、年賀状、どうかな？りょうたくんからおしゃれなやつ来てる。
本田くんからも来てる。今年は可愛いね。で、みのるくんからも来てる。あ、ひもろくんからも来てるじゃん、ありがとう。で、先生からも来てる。登場してるキャラからは多分全員もらえてるのかな、この感じだと。あー、可愛いな。みんな個性があっていいよね。あ、七つ森くんから電話か。もしもし。明けましておめでとうございます。明けおめ。初詣一緒に行きたいと思ってさ。どう？じゃあここら辺からはなんかこう行事的なものがあるたびに全部七つ森くんと過ごすようにして、デートをちょっと七つ森くんを中心に行くようにして切り替えていこうかな。多分内容的には一周目と変わらないと思うので、多分ここで飛ばしちゃうと思うんですけど、みのるくんと行こうと思います。よし、じゃあこれから迎えに行く。はーい、じゃあまた後でね。あ、これか。そうだ、なんか話あるって言ってたよね。うん、前さ、お前とアイススケート行っただろ。うん、行ったね。どうしたの？楽しかったね。あんなに自然に手つなげたの久しぶりだった。あ、うん、え、うん。同じクラスで近所に住んでて近すぎてさ、逆に難しいよな、手つなぐタイミング。うん、そうかもね。いつも近くにいられるのは嬉しいんだけどさ。うん、りょうたくんもっと手をつなぎたいのかな。ここで手つなぐのか、あんた悪い女だな。そうだな、今は自然だよな。うん、ほら手つないで帰ろうぜ。もう完全に兄弟みたいな感覚で見てるよね、これでも。いいでもある、多分。いやー、やっぱりつなぎたかったんだ。そりゃそうだろうよ。うーん。